シドニー・パウエル弁護士は言論の自由、憲法上の権利、自由で公正な選挙などの目的でスーパー PAC 特別政治行動委員会を発起しました。名称は共和国復活 PAC です。パウエル氏の声明によると、 PAC は政治活動に限定された連絡機関としての委員会であり、献金を受領し無制限に政治支出を行うことができますが、自ら選挙運動や候補者を組織することはありません。パウエル氏はアメリカ人に真実を知らせ、法の支配と公正な説明責任を取り戻すための運動であると述べています。同氏の声明によると、アメリカ人は政府の腐敗に触笑すると同時に、真実、法の支配、公正な説明を渇望しており、PAC は目先の利益や政治的利益のために憲法をないがしろにする候補者には、政党の遺憾にかかわらず断固反対すると発表しています。パウエル氏は退役陸軍中将マイケル・フリン氏の弁護で勝訴し、また最近では2020年の不正選挙を訴え、さまざまな違法行為に対して一連の訴訟を提起しました。NTD ジャパンがお伝えしました。